でやらせてもらおう。行くぞ。鬼の力見せてくれよ。 どういうことなんだ、ジャグレ。理解が悪いね。ジャグレもライラも僕の仲間ってことさ。復讐を果たすため今日まで手を組んでナダイを探してたんだよ。復讐？3年前の事件の後、ナダイが町から出て行ったのは目撃されていた。僕らは絶対にナダイが生きていると信じて 復讐を果たすため行方を追った。僕はエデンの外の情報を探るため、共王軍に。ジャグレはエデンに入ってくる者たちを見張るため、衛兵隊長に。そしてライラはエデンの大衆たちを監視するため、ナイトクラブの支配人になったのさ。全ては父上を探すために。ケンシロウ、 君とユリアという女には感謝している。君らがエデンに来てくれたことで3年間わからなかったナダイの居場所が分かったんだ。ユリアが奇跡の間に入ったことで動かなかった教王が突如動き出した。秘密を抱える人間が動けば当然ボロは出る。教王がジャグレに放った剣、そして君が ジャギとコロセームで戦ったあの日、ナダイが僕の部下に放った剣を見て確信した。ナダイは教王なのだと。あの時か。あんたを探すために忠誠を誓った教王がまさかあんた本人だったなんて、たまげちゃうよね。
あなたたちはなぜそこまでして父上を。そうか、見覚えがある。その銃はジャグレとやら、お前はあのラジャの子なのか。やっと分かったのかよ。なるほど、タルーガとこの女も同じ理由でここにいるのだな。そう、俺はあんたがスフィアシティの謎を隠すために殺したエデン衛兵隊の初代隊長ラジャの息子だ。そしてライラとタルーガは親父同様、あんたの剣で廃人にされた衛兵たちの子だ。父親の敵討ちか。それでお前たちは裏で結託し、ナダイに復讐する機会を狙っていたのか。確かに私はスフィアシティの秘密を守るため、施設の中に入ろうとする者たちに剣を打ち、正気をなくさせた。てめえは精神崩壊して廃人になった衛兵たちを病にかかったことにして町から追放しやがった。そしてライラとタルーガの父親はな、なんとあの鬼月村にいたよ。化け物になり果ててな。申し訳ないと思っている。だがああするほかなかったのだ。じゃあ俺の親父はどうして殺されたんだ。立派に兵長を務めていたはずなのにどうして。それは君の父親ラジャが私の妻を人質に取り、核の力を手に入れようとしたからだ。なんだと。そしてラジャは妻を撃った。君が今手に持っているその銃で。私はラジャを殺し、妻を抱いて奇跡の間へと入った。だが妻は世を救うため自らの命を犠牲にした。あの光は砲台にセットされた核ミサイルへ充填されるエネルギーが漏れ出たものだ。まさにあの光こそ世界を滅ぼす悪魔の光。私は恐怖し、妻を救うことを諦めた。うるせえ！それが何だってんだよ！私を殺したいというのならそれでいい。だがこの町とキサナは助けてやってほしい。頼む。
破顔剣。腕が動かない。ごめんなさい。無常破顔剣。そこだ。無常破顔剣。そこだ。僕と無常破顔剣。そこだ。無常破顔剣。Hey!
公開殺。逃がさねえぜ。
ハガン剣。逃がして、無常破顔剣。なんだ、腕が。ごめんなさい。見逃して。殺してやる。飛行
優先。北斗総改札。そこだ。北斗無常破顔剣。
You are the leader! Yeah! Yeah!
敗劇。僕の強さを見せてあげるよ。僕の強さを見せてあげるよ。ほらほら
灼熱拳。